さて今日は1976年の曲からです。また、はい、また13歳に戻ります。戻ります。え洋楽のレコードですけどね。はい、え今日はですね、ワイルドチェリーというまあノイチゴというバンド名ですね。はい、これ日本語にすると可愛い,いですよね。本当に急に可愛くなりますね。<laughs> ねでもワイルドチェリーっていうとなんかこうちょっとワイルドな感じするよね。はい、はい。まあ実際ワイルドな連中が集まっているこのバンドなんですけれどもね。えー えー、当時はディスコが流行ってたので<ー>それもあのいわゆる「サタデー・ナイト・フィーバー」な感じ、はい、ジョン・トラボルタな感じ、えー、右手上げて左手を腰に当てて「ステイン・アライブ」の曲なんか有名ですね。はい、When you tell what tell smell can't and you you warm it is, warm me って歌ってるやつですね。だそういうディスコものがあ世界を席巻したい時期でもありましてですね、えー このワイルドチェリーというバンドこの人たちはですね実は、えー、トップ40バンドといいまして、はい、その時々の流行りの曲をディスコで生演奏昔は生演奏ですからそかディスコは、はい、ですからディスコで生演奏して流行ってる曲を何でもやると,へ<ー>と知ってる曲をそれを聞きながらバンドの横で、えー、いろんな人たちが踊るんですよね。はい うん、昔の「ソウルトレインっていう番組の映像を見たことあるかもしれませんけれどもあ,あ,ん、はい、あんな感じがそのままディスコだったわけです世界中<ー>生バンドでそのトップ40バンドっつったんですね結局トップ40に入るような曲をいっぱいやれるバンドっつうね <laughs> でその「ワイルドチェリー」なんですけれどもある時ですね踊っている黒人さんたちがですね「お前ら白人のくせにディスコサウンドグルーヴのあるソウルミュージックなんか演奏できんのか?」と。 酔っ払って絡まれたんですね、はい、Can you play that funky music? ってこう言われたわけですよ、ね、で Can you play that funky music? White boy? この White boy っていうのは白人の小僧たちお前らできるのか俺ら黒人のグループでそれをそのまま歌にしたんですねワールド・チェリーえ。そんなそれでこれが大ヒットしたんですね、うん、The Play that funky music White boy っていうのは 白人のの小僧の連中よっはいそんなことなんかつゆも知らず踊って歌ってましたまあ僕は部屋で踊ってましたけどもね <laughs> ディスコなんか行ったことないですから13歳ですからね <laughs>、えー、当時のそうですね今から645歳以上の方々はもうちょっと言ってるかな70近い人たちはこの曲で、うんえー、踊ってたわけでございますけれども実はそんな背景がある一曲ということになるんですけれどもねじゃあ聴いていただきますか。はい ワイルドチェリーで、play that funky music。お送りした曲は、ワイルドチェリーで、play that funky music でした。こちら、ビルボード年間ランキング5位の曲でしたね。年間ですからね。はい。習慣とは違いますから、これかなり流行ったということですよね。ああ、そっか。で、結局面白いのは、ええ、アメリカって面白いのは、あのー。play that funky music white boy ってこう。 白人の小僧連中できんのかってこうやって言ったのをそのまま歌にしたことで、はい、黒人さんたちは逆に、うん、イエーっってなったわけですよ <laughs> こいつら最高の「返しをしやがってイエーイ」っつって黒人さんたちにも大人気になったんですね。アメリカっていう国はそのいわゆる会話のコーランドレスポンスがうまい感じができるかどうか、はい、まあ英語圏はあのそこの辺のところ特に大事だったりするんですけども西洋はね。う ですからのビートルズの,あのインタビューとかでも,、はい、もうインタビュアーとかはあいろいろ辛辣なことを聞くんですが、ええ、まあ正直、えー、真面目に答えてほしいというよりはどういう粋な返し方をするかみたいなそういうようなところも大きなポイントになってるんですね。 ですからそういうような感じの音楽的なレスポンスっていうのがこの「Play the Funky Music」っていう曲にね、ええ、現れていると言ってもいいんじゃないですかね。ねえー、この曲のタイトルにそんな意味が入ってるって全然知らなかったので面白いでしょ。 とといいうことでございましてねそういえば昔ミック・ジャガーがね、はい、90年代に人気が少しかげった時に、ええ、久しぶりにワールドツアーをやることになったんですよね。はい、その時にインタビュアーがやっぱり人気もかげってきて年も取ってきてここでツアーやるというのは、えええー、やっぱりお金のためですか音楽のためというよりもみたいな<ー>そうするとミック・ジャガーがですね「はい、何言ってんだよお前」 酒と女を忘れてねえてねかっ返すすすんですよあー息でよあ、ね、それで客席がわっとこう,う客席じゃないわ記者会見の席がわっとこう<ー>笑いに包まれるみたいなね、うん、まあそんなあ西洋文化の一端も見えるこの曲でございましたけどもはいじゃあ続いては1976年の方角春一番といえば知ってるでしょうけいこちゃんはいキャンディーズですねキャンディーズですよ、ええ もう日本の三人娘の歌うグループの先駆けですまあアメリカには「シュプリームス」に代表されるね三人娘グループが60年代からたくさんありましてもっと掘り起こすとジャズのシンガーたちで1930年代とかからもいるわけなんですよ。女性のボーカルグループ男性のボーカルグループっていうのは一つのエンターテインメントの形としてですね、えー、もうすんごく昔からあるわけですけれども。 このキャンディーズはまさにそのスタイルに習って日本でもそういうグループを作りたいっ,つって出来上がったのがこのキャンディーズということになるんですね、はい、衣装も一緒で振り付けも揃ってね、はい、ランちゃんスーちゃんミキちゃんですよランちゃんスーちゃんミキちゃん、はい、ランちゃんが真ん中、ねはい、でで左側がミキちゃん、はい、確か。で右側がスーちゃんこっちから見てね、はい こっちからっていう時にもう8時だよ全集合が僕の中で頭が <laughs> <laughs> あ、あその力だったんです。<laughs> あるんですけはいはい、そうですね。8時だよ全集合であっという間に人気になったこのキャンディーズー常にこう毎週出てましたからね。<ー>アシスタント女子としてね、はい。でも実はキャンディーズはその並びは鉄壁だったんですが、はい、え本当はデビュー曲の時だけはスーちゃんが真ん中だったんですね。あそうなんですね。へそうなんです。でランちゃんは右側だったんですね。 デビュー曲が売れなかったんですね。ええ、でランちゃんの方がキュートだって話になったようでランちゃんが真ん中すーちゃんが右に押しやられたという。<laughs> 押しやられたって言っちゃうと、うん <laughs> そうまあ、まさにこの厳しいエンターテインメントの世界というやつですよね。はい、で、まあ、一気にもう 大人気になりましてですね、はい、なんで僕はこんなに詳しいかというと「うん、シング・ライク・トーキング」の藤田千明がファンクラブ入ってたからなんですねあいつから細かいことをいろいろ教えていただきましたけども<ー>、はいえー、そんなあのキャンディーズヒット曲たくさんあるんですけれどもね、はい、キャンディーズといいますとライブアルバムこれもね非常に有名で千秋が2枚組の LB 持ってましたから。へー うん、で後ろで演奏していたのは s p e c t r u という日本が誇るスタジオミュージシャンたちが集まったグループだったんですけどもね、うん、そのキーボードを弾いてサックスも吹いていた中村聡さんという人が「Sing l i f e t a l k i のデビューライブではキーボードとサックスで、えー、参加してくれることになって、えー、今は西村の飲み友達という飲み先輩という感じで <laughs>、えー、どっぷりとズブズブの関係でございますけどす、ね、西村君ね。はい でまあ、CM で昔「インドスペース」って曲が流行ったんですよ。け、ま、こ、あ、ちゃんが生まれる前なんだろうな多分おそらく SBS の、はい、総務のおじさんとかはこの放送を聞きながら「おっ知ってるよ!」っきっとなってるというふうに思いますけどもそんな彼らがあーバックを務めていたキャンディーズのライブ、はい、ちなみに千秋さんが教えてくれたんですが「<え>エプロンおばさん」っていう曲がありましてですね。エプロン これがあのシティー・ビー・ワンダーの「サー・デューク」とアレンジがそっくりだったっていう風にね言っておりましたけどねまずはあ「音楽は模倣から」という典型的な例だなという風に思いますけど <laughs>、はいまあ、よかったらライブアルバム聴いてほしいなと思いますがそれではキャンディーズの名曲春一番お送りした曲は「キャンディーズで春一番」でした。 いい曲だね。うん、可愛い,いです。いい曲です。可愛い,いですよね。はいはい、ちなみにね、あのボーカルグループ一番難しいのはユニゾンなんですよ。ユニゾンユニゾンっていうのは3人とも同じ音を歌う。ハーモニーじゃなくて、あ<ー>これが綺麗に決まるかどうかっていうのはね。非常に大切なんですよね。えー えー、ハーモニーの方がなんとなく雰囲気ごまかせるわけじゃないんですけどハーモニーもダメだとダメなんだけど、はい、ユニゾンが実は一番難しいんですよ美しく響かせるっていうのはね、えー、本当に美しく混ざると第三の声と言われるぐらいの、まあ、ポール・マッカートニーとジョン・レノンみたいな感じでね二人が同じ音を歌うと三つ目の声になるっていうね、はいえー、そんな感じでね、えー、コーラスグループボーカルグループにはそれすごく大事なんですけども、えーまあ、今はね えー、それこそちょっとぐらい音程悪くてもコンピューター機械で全部直せちゃうので <laughs> えどんなアイドルグループもみんな上手に聞こえます正直言ってでもキャンディーズは本当にうまかった <laughs>、うん、本当にうまかったんですね <laughs> えー、そしてハーーモニーも上手だったんですね<ー>そしていい曲に恵まれた彼らでございますけれどもね、はい、水谷豊さんと結婚されましたがランちゃんね。ということでございまして、えーえー、ちなみにキャンディーズが解散した後も、はい、8時代は全員集合は続くんですが、えー、その後トライアングルというですね、えー、キャンディーズの妹分のグループが出てきたんですけども。へ 僕これ真ん中の女の子が大好きだったんですけどもね全然売れませんでしたね非常に残念です「トライアングルラブレター」という曲でしたけれどもグル初めて聞きましたトライアングルラブレターこれ多分 SBS の倉庫に来たあると思いますが売れなかったんですねはいさて最新のナンバー僕がセレクトしました最新ナンバーお送りいたしましょうかね今日はですねセローンっていう人を紹介してみようかなというふうに思いますけれども えー、ディスコサウンドの話さっきしましたよねでディスコサウンドが2010年代に入ってから大リバイバルを迎えることになるんですよね。 そして、それのピークと言ってもいいのが2013年にラフトパンクの「ランダム・アクセス・メモリーズ」これがグラミー賞を取りましてね、はい、ファレルがボーカルを取った曲がですねシングルとしてカットされてですねヒットもいたしましたけれどもまあこのアルバムはですねいわゆるディスコサウンドに敬意を表して、まあ 昔はディスコサウンドも単なる踊るためのチープな音楽と言われたわけですけれどもやっぱり時代歴史が進んでいくと1個のアートとして昇華、はいえー、されるわけですよね、ええ、まあそれの象徴的な形がダフトパンクの,あのランダムアクセスメモリーズでジョージオ・モルダーとか、ね、ナイル・ロジアスとかあのそういうあの時代のレジェンドをですね改めてレスペクト検証するという,うそういうタイミングにもなったんですけども、はい、実はその時にやっぱ同じように そのダンスミュージックシーンを支えたです、ねえー、ハウスからエレクトロまでものすごく影響を与えた人で、まあ、ジョルジオ・モロダと並ぶと言ってもいいぐらいの人がです、ね、いるんですがそれがセローンというフランスのプロデューサーなんですけども<ー>その人がです、ね、2020年に満を持して、えー、もう1回また出しました。はい、で今や もうダフトパンクのブレイクもありましたので、うん、ディスコサウンドはあまだもっていろんな若いアーティストが当たり前のようにやりますよね、はいうん、リバイバル的な空気で、まあ、僕らにしてみれば新しいアーティストが何かを出すたびにおお懐かしいと思いながら新鮮と思いながら聴いたりするんですけれども<ー>、えー、そんなセローンもー改めての大リバイバルシーンにいわゆるルーツからの返答みたいな形で出しました。 えー、セローンでテイクオーバーいかがでしたでしょうかけいこちゃんかっこいいですね体が揺れちゃう、えー、<laughs> まあこの辺のサウンドは結局ブルーノマーズで、えー、10代20代にもピークを迎えますよね第リバイオサウンドはねはいということでセローンでテイクオーバーでした <music> 佐藤筑前 From Sing Like Talking レコード部屋さあそろそろお別れの時間となりましたエンディングは Sing Like Talking ですけれどもドーナツ版で今日はお送りしましたけれどもね<っ>最近あのいわゆる80年代90年代70年代後半からのあの当時の都会的なサウンドを 逆にピッックアップして、えー、世界中で、えー、面白がってディスコでかけたりクラブでかけたりとかする DJ がですね若い人たちいっぱい出てきておりまして、はい、あの竹内まりやさんの「プラスチック,ク・ラブ」がね 改めてリバイバルで世界中のそういうキッチな感覚で80年代とかのサウンド日本のそれもシティポップスをですね取り上げて逆に裏意味で超おしゃれっていうようなカルチャーが今メインストリームで動いておりますけれどもまあそういう中でこの「ライズもですね注目されたようでございましてードーナツ版で改めてリリースということだそうでございますけれどもねディスコですねさてえいかがでしたでしょうか今日は「ディスコ」というところ形になったかなと思いますけども。 ちょっと踊りたくなっちゃいますね、うん。そうですよ。はい、月曜から仕事がね、えー、新しく始まりますし、はいえー、そしてまた家の中で待機している人たちがたくさんいらっしゃるこのコロナの中ですから、ええ、ぜひ、えー、とも皆さんも体を動かしてほしいなというふうに思います。はい。はい、ええー、ディスコサウンドに乗ってね。 え僕が高校の時にですね、友達の部屋でですね、工事現場からですね借りてきたあの黄色いサイレンみたいなやつを部屋に取り付けて、たった二人でディスコをやった悲しい思い出が僕にはありますけれども、皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先は <laughs> メールはレコードアットマークディージーエスビーエスドットコム、ファックスは零五四二八八の三三三三です。またツイッターはハッシュタグ筑前レコード部屋をつけてつぶやいてください。 楽しみですねどんどんメールが増えて、まあ、皆さんからのリクエストも落ち着いてきた頃にはもらってもいいかもしれませんよね。そうですねはい、うん 皆さんのメールやファックスの内容が面白ければそれに絡めて <laughs> え時代はあんまり関係なくアナログレコードさえあればかけるかもしれない,い,い。はい、探しに行きます。はい、はい、けいこちゃんが倉庫に探しに行きます。行ってきます。五万枚の中から探すそうですからね。<laughs> すごいですよ。<laughs> はい、砂浜に砂浜に落ちた指輪を探すようなもんでございますけどもね。<laughs> 来週のこの時間は特別番組放送のためレコード部屋はお休みです、はい、次回は5月11日月曜日夜6時にまたお会いしましょうお相手はシングライクトーキングの佐藤筑然とレコード係の小川恵子でした